よくこれ、小学校である体積の実験なんですけども、これ地震が起こりますっていう話をします。見えますか、ふわってこと。これ液状化検証のモデル実験なんですよ。中から水が吹いてくる、軽いものが比重が小さいものが浮いてくるんですね。これね、これは教材なんですよね。これをいかに使うかっていうことなんかを授業でやってます。入ってくるときはみんな理科嫌いなんですよ。すごい嫌いなんですよ。それが実際やってみるともう一回理科が好きになるんですよね。やっぱり実験の良さと本当の実験の意味が分からずやってしまうと好きになれない、嫌いになっちゃう。高校まで小中高の多くがいわゆるその料理型の、実験と言われてまして、いわゆるこのレシピがあってそれに合わせて実験をしてるだけで何のためにする実験なのか分からずにやってるっていうところなんですね。本来の実験であるその求めたいもの、いわゆる仮説を立ててその上で実証していくという、論理的な方法ですよね。実験の方法について学ぶってことをまずやってます。理科が大好きな先生を育てたいと思ってます。理科が面白いから教えてるって先生が多いんですよね。理科に対して感動する、自然とか科学に対して感動すると、その自分が得た感動を子供にこう手渡ししていくというふうな学生を育てたいなと思ってます。